どう流れてるのかな。まだ流れないですね。お、流れた。来ましたね。流れた。ツイートしよう。あ、本当だ。していくか。24人視聴中、早い。すごいな。17時まで雑談します。これを共有するツイッターを11人になった。なぜ？すまん、24人もいるって言ってしまって。どこでわかる？あ、これか。左下に出てきたんですね。はいはいはい。8人になった。8人になりましたね。なんだって。増やさないと。面白い話しないと。面白い話。いやー、面白い話って言ったら1個しかないっしょ。面白いかな。なんだと思いますか。アナイさん、なんだと思いますか。ロジャーツールズの話ですか。クロージャーの苦労について。辛いっすね。辛い。すいません、暗くしちゃって。全然面白くなかったっ。面白くない。俺だけだったら面白くない。着々と増えてってるかも。クロージャーツールズの面白い話。クロージャーツールズの面白い話。むずいな、難しいな。まずクロージャーツールズについて説明しないといけないっすよ。まあそれはもう知ってる人を知ってる人向けて話しますけど。いるの？いや、なんか結構やっぱまだアップデートしてるじゃないですか、クロージャーライブラリって。でなんか最近見てたのがそのタイプの、あ、だからトラステッドタイプか、トラステッドタイプ、はいはい、太陽とかも結構やってるんだなっていうのが分かって、そう、面白かったなっていうのはありましたね、最近。その辺はそうですよね、普通にやってますもんね。今、ダイナミックインポート太陽とかも結構やってるし。いや、クライアントヒント周りとか入ってきたときに、どういうアグレッシブな変更が入ってくるか気になりますけどね、真面目な話。そうなんだよね。結構。まあ、けど面白いですよね。なんか多分、なんだろう。やっぱ Google って Web を作ってる会社だから、まあ一応クロージャーライブラリーもそういうの動きに対して敏感というか早いから、うん、なんか実装方法とかは結構参考になったりしないのかなと思ったりはする。結構、サニタイズ周りとかはなんかすごいちゃんとやってるんですよね、クロージャーライブラリって。型としてセーフ HTML とかがあったりとか、はい、なんかポリフィルとかなしで IE11 とかを吸収するために独自で自分でイベントとかを定義し直してるじゃないですか。はい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 。ああいうのとかもあるし、普通にアクセシビリティとかめっちゃガッツガツやってて参考になりますよね。まあ、かといって使いたいかと言われると別の話にはなりますが、はい、いや、これからおすすめのライブラリーとは言えないけど、結構ね、その辺を維持したアクセシビリティの品質とかを維持したまま移行しないとダメだから、結構ね、そこ難しさもありますよね。そうなんですよね。結構デグレしちゃうですよね、うん、何も考えずに多分リアクトで同じようなコンポーネント作ったときに、うん、そうなんですよね。結構なんか同じようなことが jQuery モバイル以降でも言える状態で、なかなかなという感じではありますね。そうなんだよな。だからなんかそこら辺の責任範囲みたいなやつがまあなんか変わってってるんですかね。なんていうんだろう、リアクトになってこう開発者の責任で結構強くなったっすよね、そのアクセシビリティって。昔は
まあなんかライバリー割と担保してて、うん、気にしなくてよかったっていう世界観はそれはそれでまあよかったなっていうのは、うんまあ、リアクトはあれか、スペクトラムとかそういうの使えば、ねうん、いいのかもだけど、それはあれで結構使うの大変そうですよね。うんいやそうですね、あの辺の特に UI 前の難しいですよね、みんなが使えるような本当に設計するのって、うん、やっぱり、ね、特にねドラッグアンドドロップ前とかも特にそうだし、なんかね一つの機能っていうかなんかねアプリケーションの数だけなんか実装の種類が違うので結構難しくて結局自作みたいなことになりがちですよね。そうなんですよね。結局なんかこう凝ったことやるとなんか普通にカレンダーピッカーとかホームライブラリーとかでもいや、うん、違うんだよなみたいな惜しい惜しいみたいでライブラリーを魔改造したみたいなことやるとドキュメントにない感じになってよく分かんなくなっちゃうから結構難しい、うん、そうだな。今はやっぱね苦労してでも自作した方がいいっていう段階ではあります。それで言うとないですね。あとはだから今は結構それと見た目との振る舞いを分けよう的な感じでやっぱヘッドレスホニャララ的なやつとかで、うん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 、なんかそこは一つありますね。そこもパーツに分割してみたいな感じで、うんうんうん、なるべく使いやすく再利用可能なようにしてるみたいな話ありますね。いやーモンテンドマンスリーみたいな話になってきて人数増えてきましたよ。いや、よかった。いいよ、よかった。いや、もう。プロジャーの話がよかったんじゃないですか。やった。でも100人、100人中25人なんで、やっぱ楽器ショックで70人は消えました。そんなにか。消えたか。ねもうちょっとね、待ってもらってほしかったね。そうですね。この、終わった後の途中に。はい。途中とかでやるってたらちょっと、ね、途中は持ってかれてたから持ってかれてた登壇者が動揺した登壇どころではないんで動揺しまうからね、よくないですね。呼吸をね整えれたからね、いやすごいっすよね影響力がね楽器と星のゲーム。いやすごいな、すごいプレゼンスよ。うんクロージャーとガッキーの話結びつかない結びつかないね。ネズチとかにちょっと謎かけしてほしいみんなネズチのこと忘れちゃいましたいやなんかそれ話広げてる方がいいのかな今完全に聞いてなかった。忘れちゃいましたいや。我が家は最近謎かけ流行ってるんでね。ネズッチまだちょっと現役なんですけど。それ、謎かけやってるんですか。それ、アナイさんに振りますよ。クロージャーとかけまして。いやいや、やめてください。クロージャーとかけまして、楽器と解く。その心は。いや、やめてください。謎かけハラスメントです。クロージャーと解いて楽器。クローザーとかけてガッキーと解いたらやばいことになる。どちらも美しいです。それは間違ってますダメだった認められなかった代わりに答えたのにひどいはい、すいませんでしたまあでもだんだんと増えてるからなんかみんな17時ちょうどに来るぐらいなんですかね、一気に増えてきたから、うんうん、じゃあ本番に穴井さんの謎かけが相当楽しみにしながらやめてほしいこの始まる前聞いてた人はやめてほしい。知らない人はいきなりこいつの謎かけ知らしたぞってざわってダメです。素人の謎かけを見てられんすよ見てられんすわ。いや Google クロージャーライブラリーとガッキーで最後用意しておいてください。いや、やめてください。みんな多分そのコーナーの瞬間いなくなる。あ、そろそろ始めましょうか。はい、大丈夫ですかね。はい。はい。はい、ということで、皆さん大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりサイボーズテックミートアップを始めたいと思います。サイボーズテックミートアップは現場で働くエンジニアから
普段の活動や開発運用データ知見などの技術情報をお届けする、オンラインイベントとなります。今回のテーマはサイボーズのウェブフロントエンドです。サイボーズにはプロダクト横断でウェブフロントエンドの開発改善に取り組むフロントエンドエキスパートチームというチームがあります。今回のミートアップではフロントエンドエキスパートチームが普段どのような業務やあるいは活動をしているかというのを紹介したいと思います。ツイッターのハッシュタグはシャープサイボーズテックになります。ツイッターでサイボーズテックの実況やイベントの感想などを投稿してみてください。それでは本編に入る前に、本日のスピーカー紹介です。本日はフロントエンドエキスパートチームから、3名お越しいただいております。それでは、順に説明していきたいと思います。まず1人目、サキトさんです。自己紹介お願いします。はい。フロントエンドエキスパートチーム所属の、サキトです。本名は向井サキトです。仕事は脱レガシー周りで、特にリアクトかを主にやってたりとか、ちょっとデザインシステムを最近ちょっとやってまして、そういったことを主にやってます。一言、好きな ES のプロポーサルはインポートアサーションズです。インポートアサーションズ時代で、こう CSS モジュールズとか、あとはいろいろ変わると思うので、それはちょっと気になってます。あと、好きなうまい棒は、コンボス、コンボス味です。すいません。どうした？なんで俺、うまい棒の好きな味言ってるんだろうと思って。すいません。めっちゃ食べるなと思って。次言ってください。はい、ありがとうございます。はい、続きましては同じくフロントエンドエキスパートチームから穴井さんです。よろしくお願いします。はい、穴井です。自分は向井君と同じぐらい入社したので、まあ、ちょうど今月2年ぐらいです。はい。で、普段は、今は福岡に住んでて、フルリモートプラス、まあ、週1で出社したりしなかったりしてます。はい。普段仕事は、脱レガシーですね。プロダクトのフロントエンドに関して脱レガシーを、メインでやっていて、あとはその中でも、リッチテキステイターとかに関して、探求したりとかしております。はい。で、好きな ES プロポーザルはエラー構図で、まあ、一刻も早く来てほしいと思っている。いや、そこまではないかもしれないけど、好き。はい。あとは、うまい棒はたこ焼き味が好きです。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、3人目は、同じくフロントエンドエキスパートチームから、小林さんです。よろしくお願いします。はい、小林徹です。Twitter とかは、小林04でアカウントでやっています。サイボーズには中途で2017年に入った初期メンバーです。で、最近は、そうですね、少し前までは外部の開発者向けの、SDK とか作るっていうのを結構メインにやってたんですけど、まあ、最近は、いろんなプロダクトに関わりながら、サイボーズの、フロントエンドを今後どうしていくかみたいなところをよく考えたりとかしています。で、好きな ES のプロポーザルは、イテレーターヘルパーズで、JavaScript って ES2015 でマップとかセットとかいろいろデータ構造入ったんですけど、この辺が結局あんまりなんか関数がなくて、結局なんかアレイフロムでアレイに戻したりとかして、なんかマップとか、フィルターとかかけたりとか、結構して切ない感じなので、この辺が来るともうちょっと JavaScript でもこうデータ構造に応じたプログラミングができるようになるなと思って入ってほしいなと思ったりしてます。で、うまい棒は、明太味が好きで、あの紫色のパッケージも大好きです。はい。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後になりましたが、本日司会進行役を務めさせていただく上岡です。まあ、いつもはサイボーズテックミートアップの、まあ、企画とか進行してるんですけども、本業は一応プログラマーで、kinton.com というサービスの、開発運用をしています。で、普段の業務は、ミドルウェアとか、あるいはバックエンド周りの開発をしているので、本日の、お話は楽しみに、しています。好きな、うまい棒の味はチーズ味が僕は好きです。はい。ということで、以上の4名でお送りします。ということで、早速、フロントエンドエキスパートチームの、方から、チーム紹介を、まずしてもらおうと思います。それではこのまま画面を奪ってください。はい。はい、見えますか？はい。
それでは、フロントエンドエキスパートチームについて、紹介させていただきます。この資料はすでに公開されていまして、スピーカーデックで、に載せています。サイボーズフロントエンドエキスパートチームについてとか調べていただくと出てくると思います。はい。サイボーズフロントエンドエキスパートチームは、今、存在意義をまず定義していまして、サイボーズのフロントエンドを最高にするっていうところを目指して、頑張っています。そのサイボーズのフロントエンドを最高にするにあたって、チーム活動の内容を4つ分割しています。まず支援なんですけども、プロダクトチームがより多くの価値をユーザーに素早く提供できるように、各プロダクトのフロントエンドを抱える問題を専門性を持って解決する。この支援については、プロダクトに直接入ってとか、プロダクトチームのお悩み事をこう解決するっていう形になっております。発信については、こういった活動ですね。サイボーズのフロントエンドってこうなんだよっていう活動を外に向けて、流して、サイボーズのフロントエンドプロゼンスを上げていこうっていうものになります。啓蒙については、社内側ですね。社外ではなく社内側に向けて発信する内容で、研修とか、フロントエンドのハンズオンとか、そういったフロントエンドのこういったニュースがありますよっていうのを流ししています。探求については、これは、個人個人の作業であったりとか、チームの一つの、未来に向けた投資としてやっていまして、探求というふうに言っています。で、このチーム活動については、3月サインでいろいろと区切ってスタントを置いたりとかして、活動しています。で、チームの健全性を図るための指標として、さっきのチームの活動の、割合を探求3、発信と啓蒙2、支援5のこの割合、時間ですね。この割合で日頃活動しています。週に一度これを振り返って、プロダクト支援探求内容の共有とか、活動の割合を確認を行って、支援が8割いってるから、ちょっと探求できてないですね。じゃあ探求できるためにどういったことをした方がいいですかねみたいな会話を週に一度振り返っています。アナイさんとか、探求とかどういったことしてますか？一致的ステイターについて探求しています。突然来たんでちょっとびっくりしました。はい。小葉さんとかは探求何してますか？自分も最近は、セキュリティ周りとかいろいろ調べたりとかを結構やってることが多いです。はい。はい、僕とかは結構リアクトのライブラリー出て、最近だとスペクトラムとか、そういった構造どういった風に作ったらいい感じにアクセシビリティとかいろいろ分けるのかとか見たりしています。そういった今3人なんですけど、出ての3人なんですけど、他にメンバーもいて、いろんな探求をやっていて、将来に向いて投資をしています。はい。チーム立ち位置なんですけど、サイボーズには先ほど述べたようにプロジェクトチーム、キントンがあるのを主に、サイボーズオフィスとかメールワイズとかいろんなプロジェクトがあるんですけども、そこには所属していなくて、開発を支援する立ち位置としていろんなチームがあって、その中の一つとしてフロントエンドエキスパートチームがあります。次は支援探求内容についてもうちょっと深掘ります。支援の内容については、多岐にわたるんですけど、プロダクトについていろいろやってます。古い OSS をリニューアルしたりとか、モダン化したりとか、QA チームと一緒にモブプロして、テストを書くんですけど、ただ書くだけじゃなくて、QA チームに分かりやすいように、自前で関数作ったりとか、リアクトテスティングライブラリとかをラッパー作って、いい感じに、リアクトが分からない人でも書けるようにしたりとか、ウェブサイトのパフォーマンスを調査したりとかしてます。これは一つの事例なんですけど、パプリプティアで不要な CSS を整理するっていう、ブログ記事も出しているので、これは結構支援で生まれた内容なので、ぜひ見てみてください。こちらも、例になります。SAS からスタイルドコンポーネンツで一つのプロジェクトを移行しました。で、そういった、スタイルドコンポーネンツを採用するにあたって、どんなことを考えたのかとか、SAS なんで移行したのか、っていうところを書いているので、ぜひ見てみてください。はい、探求内容です。探求内容は先ほど、アナリさんとか、自治的ステータの探求やってるとか、小川さんとかも、カスタマイズのプログラムの、探求やってるって言ってましたけど、それが内容がここに書いています。他にも OSS のコントリビューションとかも、探求内容としてやっていいっていう形になってて、なんかこう、将来的にサイボーズに役に立ちそうとか、そういったことであれば、探求内容は何でもいいっていうふうになってます。業務一環として探求のための時間は確保していて、さっきの3割ですね、探求の時間にしています。月に一度、他の横断チームと一緒に黙々会やって、
ったりとか、ハッカソンやったりして、よりこう、踏み込んだ探究の時間を作ってたりもします。はい。黙々課内は、こんな感じですね。さっき言ったようなものになります。発信と啓蒙活動になります。これは先ほど冒頭にも述べた通り、社外へのプレゼンスを高める、ウェブフロントエンド技術の向上をこう発信するっていう形になってます。はい。こういった、社外活動としてはこういった会とか、サイボーズフロントエンドマンスリーっていうのをやってたりとか、社内にはサイボーズフロントエンドウィークリーっていうのをやってます。あとブログ書いたりとか、OSS にコントリビューションするのも、一つの社会活動としています。例えばなんか、人によりますけど、まあ、メンテナンスしているとか、そういったことも入っています。書籍の執筆とかも、たまに WebDB プレスの執筆依頼が来て書いてたりする時間も、ここに入っています。これはコロナ前ですね。カンファレンスに登壇してた内容です。コロナ前はよくカンファレンスに登壇し、メンバーで CFP みんなで出すぞとか、海外の CFP も出そうとしてたんですけど、できなかったんですけど、みんなでこう、CFP 出すとかでこう盛り上げて、一つのカンファレンスに対してこう、プレゼンスを上げるっていう風になってます。書籍の執筆は先ほど WebDB プレスの話をしたんですけど、こういった風にブログ記事にも書いているので、ぜひ見てみてください。サイボーズフロントエンドウィークリーについてお話します。フロントエンドウィークリー、は、社内向けに週に1回、社内の人がフロントエンドの情報をキャッチアップできるようにお話をしています。サイボーズフロント、サイボーズフロントエンドウィークリーっていうハッシュタグで実際に共有した記事とかも上げているので、ぜひ見てみてください。でこのサイボーズフロントエンドマンスリーっていうものは、これは社外向けですね。YouTube のライブ配信でやってて、今何回かな十何回やっています。でこれは、月に1回、毎月の最終火曜日、17時から18時にやっています。今月も来週の火曜日にやります。ゲストはスタンド FM さんになっておりまして、最近はよくゲストの方を呼んで、ワイワイやっています。ぜひ見てみてください。他にもいろいろブログ記事書いたりしているので、見てみてください。はい。OSS コントリビューション数も毎週振り返りの時間に集めてて、2020年は合計で237件ありました。で、こういった風に、どのレポジトリにやったとか、その月どれぐらいこう上がったとか、あとはなんか、これ書いてないんですけど、どの人がどんなレポジトリにどういう内容で上げたとかで、みんなでこう見て、こういった内容があるんですよとか共有したりとか、OSS ちょっと面白そうだからやってみるっていうなんかこう、モチベーションを上げる回にもなっています。寄付もやっています。サイボーズ .inc として、あれですね。オープンコレクティブで、寄付をやっています。あと、JSINFO さんとかには GitHub スポンサーズで、スポンサーをさせていただいたりしています。はい。フロントエンドバー。これは社内向けの勉強会になります。フロントエンドウィークリーはただの情報共有になるんですけど、これは勉強会になってまして、今までにはウェブページのパフォーマンスについて、共有したりとか、リアクト今とこれからとか、Google I/Oのセッションをまとめとか、そういったものを、社内に向けて、こういったものがあります、こういうニュースがありますっていうのを一つまとめて、フロントエンドエキスパートチームが発表するっていう形になってます。はい、こちらが今のチームメンバー一覧なんですけど、今1名増えていて、合計9名でやっています。チームメンバー、こちらになります。はい。ぜひ、採用お待ちしております。興味あったら、よろしくお願いします。っていう感じで、終わりです。ありがとうございます。それではですね、ここから、まあ、ディスカッション形式ということで、まあ、僕からちょっと、まあ、いろいろチームに、まあ、普段どんな仕事してるのかなとか、そういうところを深掘っていってみたいと思います。で、これで、よいしょ。はい。ということで、こちらの、まあ、最初は、まあ、チームの活動についてちょっと聞いていきたいと思います。まず一つ目、新規開発的な業務と、まあ、レガシー改善の作業っていうのがあると思うんですけども、まあ、そういったのもどういった比率をやっているのかっていうのをちょっと聞いていきたいと思います。この辺ちょっと答えるそうだっていう方いますかね。
じゃあ私の方から答えたいと思います。そうですね、この辺は結構よく誤解されたり、まあ、他の会社のチームとは違うところかなと思うんですけど、フロントエンドエキスパートチームは、まあ、先ほどあった通り、まあ、支援っていうところに、まあ、この辺りが入ってくるんですけど、なので基本的になんかその新規な機能開発みたいな部分をこう担ってガンガンやっていくっていうのはほとんどやってないですというところですね。まあ、そこはそのプロダクトチームにもちゃんとフロントエンドもできる人たちもいるので、まあ、そこでスクラムで機能開発っていうのは行われるので、まあ、そこはなので、まあ、チームとして特にそこをなんかフロントエンドエキスパートチームとやってるってわけではないというところが一つありますね。で、そうですね。まあ、とはいっても、なんか例えば、まあ、そこにサポートとして入ったりだとか、まあ、そういうところは別にやったりとかするので、まあ、ゼロってわけではないんですけど、基本、その新規開発っていうのが、そのさっき書いていたような支援っていうミッションのところには入ってきてないというところはありますというところがあって、そうですね。まあ、それ以外なので、そうですね。まあ、そういった普段、プロダクトチームがバックログをですね、開発していると、中ではなかなかできないような改善。なので、まあ、特に別にレガシー改善っていう、まあ、レガシーだけじゃないですけど、まあ、そういう改善とかっていうのは、なかなかそうですね、まあ、規模の大きなものになると、そういう暴露開発の並行してやるとかって結構やっぱ難しかったりとか、なんかその調査とか、事前調査とか必要になったりとかするところで、なかなかそこは、プロダクト開発を並行してやるって難しいので、まあ、そういった部分をこう、まあ、別の支援チームっていうのがあって、まあ、そこで受けて、その、プロダクトチームの普段の開発プロセスだとできないような、改善っていうのをやるっていうのが、まあ、メインの仕事っていうところで、まあ、レガシー改善もその一つという感じです。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、まあどちらかというと、本当にプロダクトチームの困りごとを解決するとかっていうスタンスなんですかね。そうですね。で、まあ、なんかそのやり方も、実際にこう各プロダクトチームから、まあ、こういうこと困ってますっていうように来る場合もありますし、うんうん、まあ、あと、このエクスパチームで見て、あ、この辺はやっぱりちょっと問題に見えていたりとかする部分とかもあるので、そういった部分はこちらでいろいろ主体的に働きかけてやったりとかっていうのをやってるっていう感じですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ待って、はいはい、他の人は大丈夫そうですか？大丈夫ですかね。そうあの全部言ってくれたんですけど、はい、一応キントンチームに、キントンチームのフロントエンドを根本から変えたいみたいな感じで、今キントンチームに兼務としてもうまるっと入ってるっていう方もいたりして、そういったなんだろう、支援のためにがっつり入って新規開発の流れとかを掴んで、じゃあこういうプロセスを改善した方がいいですっていうやり方もあって、こう希望があればフロントエンドエキスパートチーム、まあ最後で自由なんで、結構体験入部とか兼務とか好きにつけれるので、次翌週からやりますとか言ったりもできるので、そういった形で、いろんなとこに飛び回ってる人もいるし、脱レガシー、こう、脱レガシーに向けて頑張ってる人もいますしっていう、こう、バラバラな感じになりますよね。やっぱそのプロダクトチームに入っていくっていうチャレンジをするっていうことは、やっぱり別チームだからこそ、ちょっとやりにくいところがあったから、そういうことをやってるっていう感じなんですかね。やっぱり僕たちは、外、プロダクトチームの外にはいるので、うん、プロダクトチームが実際にこう一日どういう過ごし方をしているかとかも、どういったふうに機能を実装しているかっていうのを知る必要があるっていうところで、一緒にモブプロを、半年やってみたりとか、ずっと、そのバックログの振り返りとかに実際一緒に出てみて、雰囲気をつかんで、じゃあこのタイミングでここを改善すれば、いいんですねとかいう雰囲気をつかむためにやったりもしてます。あ、なるほどなるほど。まあ、確かにプロダクトのリリースサイクルとかに開発スタイルに乗せるってくと、まあ、その分、まあ、開発しやすいっていう感じなんですね、うんうんうん、なるほどなるほど、ありがとうございます。ちょっと関連した質問なんですけども、まあ、フロントエンドエキスパートチームは、まあ、ウェブフロントエンドの専門チームっていうことなんですけども、その専門チームにありがちな、言えば、言うだけ言って去っていくっていうふうな、ことにならないような工夫とかって何かされていますかね。これ、じゃあ、アナイさんどうぞ。
しい質問ですね。そうですね。言うだけ言って去っていく。まあけど、なんか支援とかをするときに、なんか本当にそのブラックチームのためになってるかとかは、なんかとてもよく考えるかもしれないですね。なんか、とか、あとは、勝手にやるんじゃなくて、ヒアリングしに行ったりしますよね、最初。そうですね、そうですね、そういうのも、うん、なってますね。うん、うん、うん。アンジャプロダクトチームのなんか、ペインポイントとかを聞いて、なんか、解決したい問題を解決するっていう感じ。そうですね、どっちかっていうと、そのパターンが多いかもですね。なんで、なんだろう、まあ、こっちでもちろん、先んじて、これが多分問題になるだろうっていうのを、まあ、やるときもあるんですけど、基本はまあ、聞きに行って、今一番何が困ってますかっていうとこから、まあ、入ってくることの方が多いので、まあ、そういう意味だとあんまりそうならないっていうのが多いのと、あとは割とプロダクトチームと一緒にさっきモブやってますとか、そういった話があったと思うんですけど、まあ、割とこう距離が近い。サイボーズ自体、その開発本部がそこまで人数めちゃくちゃ多いわけじゃないっていうのもあって、なので、そうですね。結構、プロダクトチームとの連携は、なんかうまくいってるじゃないけど、こう、割と身近？なんか別のチームですけど、そんなになんか、すぐ離れてる感じもないっていうのもあって、ですかね。まあ結構そういうのは気にしながらやってるかもしれないですね。うん、なるほど。まあ、確かに僕も開発メンバーですけど、まあ、サイボーズの開発内だと、まあ、社内のシステムを通じて、まあ、相談できるかなとは思いますね。うんうんうん、でまあ、その一方で、やっぱ他のチームになんか、まあ、連絡するって、まあ、やっぱり自分のチームよりはちょっとハードルを感じる部分もあるんですけど、うんうん、その辺なんか工夫とかってされていますかね。そうですね、確かに。なんか依頼するとかは結構、うん、結構ね、心理的なハードルありますよね。そうですね、そうです。なんかちょっとかしこまっちゃうというか。そうですね、そうですね。それで言うと、なんか協力してくれる人って結構、なんか固定になりがちだったりするので、まあなんかそういう人を捕まえとくっていうのは結構良かったりとか、あとは、まあ本当、モブプロすごくいいと思いますけどね、なんかやっぱ相談して何かやってもらってっていう、この往復の間に、こう何かあった時にこう止まっちゃったりとか、あとはまあどうしても、手間がかかってしまうじゃないですか。なんかそれをやっぱモブとかみたいなもう集まって1時間とか2時間でやってしまいましょうとか、うん、まあ、1時間1回試してみてダメだったらやめましょうみたいな言い方ができるのはすごくいいですね。なのでサイボーズとしてモブプロがすごく広まってるっていうのは、なんかものすごくチーム間の連携とかしやすい状況にあるかなと思いますね。うんうんうん、ね、だからあとはなんかやっぱ仕事の進め方としても、まあ、今、サイボーズだと、キントンのシステム上で全部やり取りとかやってますけど、まあ、それ以外にも結構、ズームとかで、さっき言ったみたいにモブで集まったりだとか、結構、マックガルンとかキントンのチームとかと、まあ、定期的に話す機会とかっていうのはあるので、まあ、そういったところでそういう場を作るっていうのは結構やったりはしているところかなと思いますね。まあ、とはいっても、なかなかやっぱり結構、その、何かちょっとした問題があったときに、じゃあ、フロントネックスチーム頼もうかっていうのはやっぱりハードル高いっていう話とかは出てるので、まあ、そこは結構まあ今後も結構改善のポイントかなっていうところはチームでも出てますね。なるほど。やっぱりそうですね。まあ実際に、まあ、もう一緒の会議に出ちゃえばなんか普通に話せるんですけど、その第ファースト初めのアクションがやっぱり結構難しいなとたまに思いますね。結構そうですね。あと、まあ、その心理的ハードル高くてやりづらいと思うんですけど、そこに対してやれる人っていうのを採用でも結構見てるところはあって、そこをアピールしてくれると僕たちは嬉しいし受かる可能性は高いなとは思ったりもします。結構今いるメンバーは中途採用のメンバー多くて、そういった経験をある人っていうのは自然と集まってる形になってて、そういったところに対して、まあ、普段よりもこう慣れてる人が多くて、各いろんな中途の人たちはこういろんな知見を持ち集めて、前職だった講師だとか、まあ、そういった形で工夫もしてたりもしますね。
確かに、こちらからまあ声をかけれなくても、まあ、エキスパートチームから声をかけてもらうと、まあ、それはそれで安心という感じはありますね。あと、サイボーズ、結構その、サイボーズ製品の中でいろいろ会話がやってるので見れるんですよね、うん、検索とかすると。その、一つの中でやってるので、キントーンとか、スケジュールガルーン。ガルーンのスケジュールとか、あの人が入ってるスケジュールには、勝手に入っていいっていう感じ、そういう社風になってるので、なんかもう、経営会議とかも出れますし、出ようと思えば、普通に出て、気になるから入りましたって言って、お邪魔しますって言って、チャットとかで、こここうだと思うんですよっていう会話したりもしてます。あ、確かに。はい。まあ、そういった工夫もしていらっしゃるということですけど、まあ、ちょっと見方を変えて、こういう質問をちょっとしてみたいと思います。まあ、現在、まあ、プロダクトでもいいですし、まあ、チーム内でもいいですけど、なんか解決すべき課題とかってありますかね？誰が行きますか？いや、コバさんどうぞ。そうですね、それで言うと結構チームで出てるのは、まあ、今だとそういう、さっき言ったような脱レガシーっていう活動はいろんなプロダクトでやっていて、まあ、これは着々とは進んでるんですけど、まあそこのスピードとかを結構もうちょっと上げたいっていうのは多分今チームとして解決すべき点で一番大きい部分かなと思ってて、まあ、いずれ今のままでやってても、まあ、その辺は解決はしていくんですけど、うん、結構スピード感的にまだまだ先になりそうだし、なかなかやっぱ脱レガシーやり続けるっていうのもなんかいろんなモチベーションだったりとかそういうリソースとかの面でもなかなかコストなので、そこはある程度決めたらガツッとやりたいっていうのはあって、まあ、それするために今だとチームでどうしていくのがいいかねっていう話を結構よくしてるっていうところはありますね。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ単純に脱レガシーのための技術リプレイスじゃなくて、なんかその進め方とかそういうところでまだまだ議論の余地はあるっていう感じなんですね。そうですね。やっぱ結構、やっぱ、サイボーズの製品ってすべて大体大規模なので、なかなかそこがえいやって言って、なんか終わらせられるような規模でもないし、で、なので、そうですね、やり続けて本当ずっと続いちゃうし、っていうところとか、あとは、まあ、製品の個別の事情とかだと、キントーンとかだと、まあ、カスタマイズって形で、外部の開発者が、まあ、JavaScript とかで書いてカスタマイズできるっていう部分もなかなか結構その辺の制約とかっていう意味でも大きかったりとかするところで、こう思い切ったことがなかなか難しいっていう状態っていうのもなってたりとかするので、まあ、そこいかにこうスピード上げて改善回していったりとか、まあ、で例えば今じゃあ頑張ってリアクトにしましたってなったとしても、まあ、それってじゃあやったらもう永遠に終わりってわけじゃなくて、また多分次になんか新しい何かとかに変えるタイミングとか来るので、そういった時にまた今回みたいな結構なかなかすごいコストのかけてやるっていうのにならないためにどうするかみたいなところとかも結構考えて今チームで議論したりしてるって感じですね。継続的にこうリファクタリングされるような工夫みたいなところは結構話し合いますよね、うん、テストとかを BDD で書くとか TDD か TDD で書くとか、そういった風になるにはどうすればいいかとか、QA チームとかもいるんで、QA チーム、あと生産性向上チームっていう、そういう生産性を上げるチームとかいるんで、その人らでみんなでテストのことについて考える会とかやったりして、普段どういう風にすればもっとテストと駆動なことができるかとか、テストを改善できるかとかもやってます。まあ、それさっきの質問にも通じるかもしれないですけど、ただリプレースしてはい終わりではなくて、やっぱその先のメンテナンスを、まあチームプロダクトチームができるようなそういう形もやっぱ考えていくのが大事なんですかね。アナリさんとかがやってるガルンチームはベトナムチームと一緒にやってて、いろいろとそこも話し合いはしてますもんね、その段階的に上げていくにはとか。そうですね、結構、なんかいろいろ、そうですね、なんか、なんて言うんだろう、最近思うのは、こう、技術を置き換えた状態を作りたいんじゃなくて、やっぱなんかプロセスというか、こう、常にこう改善していって、こう、くるくる回っていくような状態を目指して作っていかないと、結局さっき言った、その、リプレイして終わりになっちゃうっていうところがあるんで、なんか結構なんか、単純な技術の課題じゃないですよね、リガシーって。だから、
考えれば考えるほど難しいなと思いますね、最近は。うん、なるほど。うん、ちなみにちょっと興味本位で聞くんですけど、まあ、フロントエンドエキスパートチーム立ち上げ、小葉さんがやって、はい、たと思うんですけど、やっぱ当時よりかは、なんかプロセスとかそういうところでは、なんか、まあ、課題が解決されたりとか改善されたり、まあ、人も増えたっていうのもあるんですけど、やっぱりそういう変化はあるんですかね。そうですね、その辺で言うと、まあ、フロントエンドエキスパートチーム以外でも、多分サイボーズの中でもすごい変化は、立ち上げた時から変わったと思ってて、多分自分が入った時でまだモブプロとか全然誰もやってないような状態で、まあ、スクラムでは開発しましたけどっていうところから、そうですね、一気にモブプロとかが入ってっていうところで、なんかそこで結構そうですね、モブプロの文化ができたっていうところは、そのプロダクト、その支援チームとかが改善しやすくなったっていう一つの結構要因になってるんじゃないかなと思ってて、なので、まあ、モブプロに一緒に入ったりとか、そういう関わり方ができるようになってるので、そこはそうですね、そういう変化があったのは、うん、結構変わった点だし、まあ、それによって結構、うん、フロントエンドとかでも、まあ、徐々にですけど、結構、うん、変えられてはいるかなと思ってますね、はい。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、次、こんな質問ちょっと言ってみましょう。まあ、まあ、もうちょいちょっとお仕事のことも聞いてみようと思います。まあ、日常の仕事の進め方、まあ、利用ツールでもいいですし、まあ、コミュニケーションツールとか、あるいは普段どんな風にコミュニケーションを取っているかっていうのも聞いてみたいと思います。はい、これこちら何か話すでっていう。花井さんの一日を。花井さんの一日ちょっとやってみてください。朝8時、9時、9時か。7時にまず起床します。9時に起床しちゃダメでしょ。9時出社でしょ、花井さん。7時に起床し、子供を送り出してまた寝ます。8時。で、8時50分から、まあ大体8時50分とかぐらいから作業を始めて、そうですね、コミュニケーションツールで言うと、今、スラックか、まあ、キントーンでやっていますっていう感じで、で、そうですね、スラック、まあなんか使い分けとしては結構、主にはキントーン、要するに、なんだろう、全員見れるんですよね、キントーンって、サイボーズの社員が。なので、まあ、なんかオープンにしといた方が、まあ、こう、支援チームとしては、その声かかりやすかったりとか、そういろんな効果があるので、なんか多分、明示的にはやってないですけど、まあ、おのおのメンバーがおそらく、その、オープンにしたいことは、キントーン上で結構発言してることが多くて、あとは、まあ、コロナになってすごく、コミュニケーションっていうのが、まあ、チーム内でもかなり減ってしまったっていうのがあって、最近はスラックでも、なんだ、しょうもない会話をしたりとか、はい、に結構活用したいっていう使い分けをしてますね。あと、仕事の進め方で言うと、定例とかっていうのは、あ、そうですね、まあ、9人、まあ、今だから、そうか、9人いるんですけど、みんなで1個のことやるってことは結構少なくて、まあ、僕とかだったらガルーンやってますけど、まあ、ガルーンやる人とか、キントーンやる人、まあ、他の製品やる人みたいな、一応なんかそういうグループになってるんで、まあ、それごとにこう定例があったりとか、あとプロダクトチームとの話があったりして、で、共通でまあ集まるのが本当に朝会ぐらいですかね。朝会、1日で言うと朝会、1時、朝会って言ってますけど、1時、昼の1時から30分やってる朝会って集まるっていう。ぐらいと、あとはまあ一応1スプリント毎週、1スプリントって言っていいか分かんないですけど、まあ1週間区切りにこう振り返りとかをやっているので、まあ水曜日にみんな、あ、まあ今日、まさに今日ですね、さっき集まって、例えば KPT やったりとか、まあ1週間どうでしたかみたいな話をする会があるっていう感じですよね。なんかこう決まったルーティーンみたいなやつは結構少ないじゃないかなと思いますね、プロダクトチームとかに比べると。これで合ってますでしょうか。そうっすよね、うん。コミュニケーション、そうっす、うん。あとはそうっすね。まあ雑談とかも結構意識的に増やしたりはしてて、うん、月曜とかに結構1時間とか取ったりとかはしたりしてますね。うんうん、水曜日とかは結構チームミーティングでだったりしますよね。チームのキャプトやったりとか、うん、チームで話し合った方がいい内容をディスカッション。がっつりやったりとか、うん、あとなんか
チームの状態を知るために今週どういう気持ちで働いてて、なんかこういうのがあってとか、なんかプライベートとか仕事関係なく、そういう自分のステータスを知る発信、チームに発信してみんなで雑談する場とか作ってたりとかして、結構チームコミュニケーションは多いなとは思いますね。それにしてプロダクトみんなバラバラのことやってても、プロダクトバラバラでもそのチームで集まった時に、まあ、何か問題が解決したりとかっていうのはあるってことなんですよね。そうですね、うん、結構やっぱバラバラにやってるって言っても、そのじゃあ均等やっててここちょっと困ったとか相談しやすい環境じゃないと苦しいと思うので、そこはチームでカバーできるっていうのが理想だと思うので、今はチームで何か均等とかガルンとかをやっていこうとかもやったりはしています。プロダクトチームに入るときって一人で入られるんですか、それとも複数人で入られるんですかね。うん、なんか前期っていうか、あのサイボーズってクォーターでまあ大体まあ区切りがあるんですけど、前期とかは割と一人の人とか結構いて、僕とかは特にあのガルーン一人やってますとかがあったんですけど、最近はなんかもう集中しよう、集中させるチームとしてリソースをまあ寄せましょうって話をしたりとか、あとまあそういう一人の人はなんかまあなるべくなくして、まあ何人かでやろうっていう風になったんで、今期とかは割と一人はない、ほぼないですよね。うん。何人かでまとまってやってる感じですね。うん。あとは、ちょうど1年前ぐらいにさっきのリアクトかみたいな走りをやるときに、一人では、まあ設計とかも重要になってくるので決めづらいっていうところで、フロントエンドエキスパートチームから3、4人、均等チームに入って、半年ぐらい、プロト作って、均等チームと実践モブして、今、もう渡してるんですけど、渡せる状態まで、モブでもうずっと一緒にやって、じゃあ軌道に乗りましたね、みたいな感じになって、ちょっと離れて。で、僕はずっと、ちょっと継続していて、とか、そういった柔軟な関わり方ですかね。で、また、なんか新しいプロジェクト始まりそうなので、じゃあ、ちょっと何人か入ってきます、とか、いうのをやったりしています。なるほど、なるほど。はい。ありがとうございます。それじゃあ、最後の話題なんですけど、まあ、先ほどのチーム紹介でもあった探究ってなんか具体的に何やって、どうやって進めているのかなっていうのもちょっと聞いていきたいと思いますね。こちら、はい。あ、そうですね。これは結構、そう、なかなか難しいテーマなやつなんですけど、まあ、探究何やってるかは、そう、本当にまあ人それぞれでバラバラで、まあ、さっきは自分が言ったのは、そうですね、まあ、いろいろちょっと、そういう、カスタマイズとかがかける中で、どうやって安全にとか、開発しやすい環境を作るかっていうところで、いろいろ、まあ、セキュリティ周りとか、まあ、その辺を結構調べたり、で、プロトを作ったりとか、なんかその辺は結構やったりしてましたという感じですね。うん。で、そうですね。あとは、まあ、各メンバーはいろいろバラバラなことやってたり、で、チームとしてやってるのは、さっき、チーム紹介もあったと思うんですけど、なんか黙々会みたいな形で、もう本当に1日取ってっていう形でやったり、で、その時にはまあ個別にやる場合もありますし、なんかハッカソンみたいな感じで、ちょっと3人とかでチーム作って、1つのことをやるみたいな、探求するみたいな。っていうのもやったりっていう感じで結構時間を作ったりしている感じですね。うん、で何をやってるかといえば本当に様々って感じですね。そうですね。全然業務と関係ないことをやる人もいれば、まあ、例えばこう均等とかガルーンとかより使いやすくなるようなクロームエクステンション作るとかいうのが好きな人もいるし、自分とかは割とその業務に近いことをやりたいタイプなので、基本的には脱レガシーを推進するための何かっていうテーマでずっとやってるので、まあ、なんかさっきちょっとブログとか出たそのパペチアで、まあ、CSS、不要な CSS 消すとか、ああいうのも割と探究から生まれた活動で、まあ、パペチア調べてて、あ、これいけるんじゃないかと思って実際導入したりとか。今のリッチテキステーターも、まあ、キントンってすごいリッチテキステーターいろんなところで使われてるんですけど、まあ、それが結構その脱レガシーするときのブロッカーに結構なりそうで、
まあ、じゃあその次世代のリッチテキストエディターって何を採用すればいいかとか、そういうのを自分は調べたりとかしてます。本当にみんな好きなことやってます。さきとさんとかどういう探究いつもされてますか、ね、いやー難しいですね。最近探究できてなくて、っていうのも探究、正直な話、探究をやろうと思うするの結構心を律さないといけなくて、そう、支援とかもやることめちゃくちゃあって、で他にも今サイボーズは新卒さんも、新卒さんというか新卒がいて、新人で研修もしないといけないので、そういったことをこう時間が割いていくと探究の時間がみたいな感じになってて、そこを取るのは難しいのは実際 あるんですけど、僕は結構リアクトとか好きなので、リアクトのライブラリ出たらちょっと触ってみたりとかして、なんかこう実際にプロダクト導入できそうかとか、プロダクトに導入できそうなこう部分があるかとか、まあ、中見てやったりしてますね。うーん、難しいですね、探究。あとうちのチームここ出てる3人全員週4勤務なんですよ今。あ、ちょっと言ってなかったですけど、うちのチーム7割8割ぐらい週4勤務で今やってて、結構それでも支援とかもうすごいやることいっぱいあるっていう状態なんで、人がいっぱい欲しい。心の声が。なんかそうですね、結構この多分5対2対3でやってますみたいになると、なんか結構そうですね、いっぱい探究やってそう、なんか楽しそうみたいな、で本当にプロダクトチームに勝ち上ることができるのかみたいな、なんか思う人もいるかもしれないですけど、意外とみんな真面目で、なんか好きなことばっかり3割がやってるっていうよりも、なんかやっぱり結構その支援の活動ってやっぱ実際に結構プロダクトチーム困っててとか、なんかみやっぱ改善したいって気持ちがすごい強くなるので、うんうん、なんかやっぱ結構そっちをやりがちになるので、うん、むしろいかにこの3割を確保するかっていう方が難しいっていう、ところが課題があって、これはなんかですね、なので多分リモートワークとかでこう働きすぎちゃうみたいな問題とちょっと似てるかもしれないですけど、はい、意外とここいつもみんなで平均取ると3割はいってないです、下回ってるので、どう確保しようかっていうので、なんかハッカソンとか作ったりっていうのでやってるって感じですね。なるほど。そのハッカソンとかも結構みんなバラバラで、でまあ普通に楽しいことやる、まあ未来的な探究やる人もいますけど、結構僕とか目の前に必要なことやっちゃって、プロダクトチームが余っているその手に出せそうにないけど俺らだったら出せるっていうプルリクを出してみたりとかしたりして、1日で3人とかで、でなんか探究ではないかもしれない。まあ探究、ちょっと探究しながら支援も兼ねてるとかやったりとかもしたりしますね。なるほど。まあ、ハッカソンというか業務に感じましたけど、まあ。うん、すごい業務そんな感じがしますちょっと違うかもしれない。なるほどな。こう、だからもっと長期的な目線で、これ将来にいるなみたいなところを備えてっていう探究もやりたいんですけど、だからそこは実際ちょっとあんまりまだ今現状はできてなかったりとかする部分なんで、どうそれを確保していくかっていうのはチームとして課題かなと思ってますね。うんうんうん、まあ、確かに研究開発ではないですけど、やっぱりそういう未来の投資とかも、うん、まあ、探究には、まあいいでしていきたいっていう面もあるんですね。結構他の企業とか、まあ、本当外資とか、そのGAFAとかだと、ラボみたいなレポジトリがあって、研究開発とかいっぱい出してて、まあ、そういったことが多分社内にも還元されてる、そういったことは僕たちもやりたいなっていう話はよくやってますね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。もういろいろと聞きたいこと言う、なんか好き勝手聞いちゃいましたけど、なんかいいことが聞きました。ここからですね、まあ、ちょっともうあと10分ほどなんですけども、コンパスで事前にアンケートでいただいた質問を、まあ、時間の許す限り拾っていきたいなと思います。一つ目の質問、これを言ってみましょう。チーム内でのマネージメント何かやっていますかっていう質問です。アナエさんが答えてくれます。おお。いや、リハーサル通りですね。バレた。バレちゃったけど。はい。
これはですね、実はない。ないです。率直に言うとなくて、なんでかっていうと、まず僕らのチームにはリーダーがいないので、いないですっていうのと、サイボーズ自体多分、なんかそんなにはっきりとした管理職みたいなのがあんまりいないんですよね。まあ、いるチームはあるんですけど、なんで僕らのもう上長は、開発本部長の哲平さんっていう、まあ、開発の一番上の人になるんですけど、なので、なんかまあ、割とお互いがお互いを管理するみたいな感じだったりとか、あとは自分で自分のことを管理するし、困ったら自分で手を出すっていうのが基本方針になってるかなと思いますね。あとは、なんかどうしても、それでもやっぱ期限とかあるものってあると思うんですね。さっき言ったその研修資料作んなきゃいけないとか、まあなんか新卒の受け入れどうするかとか、そういう期限があるものに関しては、ちゃんと GitHub で管理して、毎日ちゃんと進んでるか見たりとか、まあ担当者決めたり、進んでなさそうだったら手伝うみたいなことをやってて、特に困ったことはないので、はい。ないですよね。全然ない。まあ、けど、中途のメンバーが多いっていうのもあるかもしれないですね。かもしれないですけど、うん。今のところそれで、うまく回ってるんじゃないかなという感じですね。うん、チーム内もそうなんですけど、サイボーズの人みんな真面目ですよね。そうね。やれてないから、やらないと、みたいな、逆に。そういう発想の人が多いから、うん、なんかそう、はい、そういう人を多分取ってるっていうのもあるんですけど、なんだろう。あれですね、人に任せて、もう任せたよみたいな状態が多いような気がします。うん、うちのチームでも、あれですよね、結構小葉さんに立ってる部分もありますよね。最初に作ってもらった。なんか気づかないけど、なんか必要そうなこととか小葉さんが実はやってくれてたりしたりとかはしてますね。その辺は結構ね、得意、それぞれ得意、不得意があるので、ね、その辺を補いながらって感じですよね。うんなんかチームのマネージメントっていうよりは、タスクに一つ、一人なんか、一人二人、オーナーシップを持った人がいるみたいな感じになってますよね。うんうん、で、あと、なんかこういう感じだと、じゃあどうやってこうチームの方向性とか決めんのみたいな多分話はあるかなと思うんですけど、そういうのは、基本的には今は、そのクォーターの終わりごとに、ギャザリングデーみたいなイベントの日を一日取っていて、この日は本当に一日、もうみんな集まって議論しかしない日にしていて、各自テーマを投稿してもらって、それをずっとひたすら話してっていうところで、まあ、次の進め方だったりとか、今問題に感じている点とかについてディスカッションして、解決策をみんなで考えていくっていう感じのアプローチを取っているので、なので、結構3ヶ月ごとぐらいにこうチームの仕事の進め方はかなり毎回変わってるっていうのは、結構面白い点かなと思いますね。うんうん、なので、そうですね、別に今のやり方が正しい 100点ってわけでもないし、なのでまた次のクォーターのギャザリングデーとか終わったら、多分今のやり方ではないやり方を多分チームとしてはしてると思うんで、そこはなんかそういう改善していける仕組みが作れてるのは結構そういうマネジメントっていうのがいらなくても回せてる点かなと思ってます。なるほどなるほど。一気に8時間本当にやりますもんね。うん、ずっと話します、ね、もうなんかずっと話してて、コロナ前とかは集まってね、そうそう、コロナ前は福岡に出張しに行って対面で結構チームメンバー東京にいる人の方が少ないんですよね、うん、あ点在してるので、はい、これコロナ前からもうずっとそうなんですよ、うん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 、だからコミュニケーション目的でもう出張2泊3日とかしに行ってみんなで顔を付き合わせてオフラインでやるっていうのをやってたんですけど、うん、まあ最近オンラインですけど、うん、コロナが終わったらまた美味しいもの食べに行こうっていう話はしてま す、ね、福岡もオフィスが新しくなったんで、あそうです、ね、ラーメン食べに行くついでに寄りたいなと思ってます。ついでに寄りたい。そういうなんか予算申請とかもチームであるんですよ、サイボーズ。そういうマネ、そういうマネ、予算申請とか休みの管理とかもあると思うんですけど、他の会社で。マネジメントがしてると思うんですよ。そこについてフォローしておくと、それも自己申告制なんですよね、全部。うんうん、休みも、誰も言わなくていいんですよ。言わないわ。チームに休みますっていうだけで申請したら、まあ、これ、チームだけじゃなくて、最後全体にそうなんですけど。あとは、休むっていうボタンポチッと押したら、誰にも申請とかなくて、そのまま休むってことになるんですよ。で、あと、予算申請も、チームで話し合って、海外に行きたいって言って、このカンファレンスがあるから行くんですって言って説明すれば、
まあ、今まで落ちた人見たことなくて、もうなんか、行っておいでよというか、海外カンファレンス行った方がいいよみたいなとか、そういう、なんか、英語できるできないとかなくて、一回は絶対行った方がいいみたいな話になったりし、そういうコミュニケーション取りたいから、月に2回、1回とか行って、来てる人もいますし、行ったりしてる人もいたんですけど、全然 OK だよっていう話になってて、寛容な組織。これはチームの話じゃない感じになってますけど、はいはい、まあ、細部全体はそうなので、マネジメントがいらないって話にもなるかもしれないです。いらないではないですけど、今はチームにはいないっていう話になるかもしれない。はいはい、確かにその辺は、まあ、サイボーズの中だと自立っていう言葉を使ったりするんですが、そういうところともやっぱり密着してるところがありそうな感じですね。うん、悪用したら分かるっていうのがありますよね。均等上で登録しないといけないから。それも、ちょっとみんなに見られてるっていうか、隠せないっていうところもあるかもしれないです。はい。ありがとうございます。時間的にもう一個いけるかな？マネジメント的な質問したので、次、技術的な質問ちょっとしていきたいと思います。まあ、ちょっと5分くらいですけども、技術のキャッチアップ方法、これ、どうしていますかね？うわ、さきとくんの得意分野じゃないですか。得意分野。いや、ちょっと、僕は全員記事を一回書いてるので、それをハッシュタグにつぶやいておくんで、見てもらいたいなっていうのはあるんですけど、まあ、基本的に、結構みんなやってると思う、やってるのがよく見てて思うのは、みんな得意分野がそれぞれあって、リアクトが好きとか、まあ、その Node.js が好きとかであって、その GitHub をもう見に行ってて、一周とかプリリクをちゃんと追ってる。あと、そのコントリビューターの人を Twitter でフォローしてて、もう最新情報、その人がつぶやくのを取ってくるとかがなんか多いような気がしますね。アナイさんとか、いぶし銀の記事はどうやって見つけてるんですか？そうですね、僕はあの広さ、その情報の広さと向井君とかに勝てないんで、絶対。なので僕は向井君は読まなそう。みんなが読まなそうなんです。ニッチの方に。ニッチの方に。僕はニッチ狙いで集めてるところはあります。で、なんかいまだに、なんだろう、メーリングリストっていうか、なんて言うんだろう、ニュースレターとか、海外ニュースレターとか結構好きで、まあ、JavaScript Weekly とか、ES Next News とか。なんかそういうのが意外とみんな、あ、まあ、日本だと共有しないような記事とかを出してくるんで、まだそれ見たりとか、あとは、あの、週でやってるフロントエンドウィークリーとかで、まあみんなが共有してくれるんですけど、記事を。まあそれとかで、あ、なんかこれ知らなかったなって情報源とかベースでさらに掘り下げて調べたりとかを自分を意識してますね。はい。量より質というか、まあ、知らないことを求めるタイプではありますね。うん、あと、アナイさん結構動画、YouTube の動画、カンファレンス動画。そうそう、カンファレンス動画。動画ってみんな意外と見ないんですよね。だって僕はあれですよ、なんて言うんだろう。みんなを出し抜くために状況をキャッチアップしてると思ってるんで、基本みんながやらなそうなことを好んでやってます。そうなんですよ。だからみんながやらなそう。動画とかも意外とみんな30分とか見ないじゃないですか。しかも英語ですしね。そう、映画です。なんかそういうのとか好んで僕は見たい。いや、でも結構新井さん本当にみんなが見ないような、見るかもしれないけど、本当にその内容をまとめてウィークリーとかに出してくれるんで、社内に。入社したらその内容見れます。ぜひ。小林さんとか結構ポッドキャストとかも多いですね。自分は結構今昭和な人間なので、RSS を結構未だに使って良かったブログとかを、結構企業のブログとかよく読んでますね。なんか Airb とか Shopify とか結構いい面白いブログがあるので、っていう RSS が1個あるのと、あとは結構メインでは GitHub を結構ウォッチしてますね。で、一周とか全部バーって見て、気になるやつは実際に読んでとかっていうのは結構よくやってるところと、あとはそうですね、まあ、ポッドキャストもなんか、まあ、車とか乗るときとかに結構聞いてるとかっていうところで聞いてたりするって感じぐらいで、あんまり最近できてなくて、なので結構フロントエンドマンスリーとかでみんなが紹介する記事とか、全然知らない記事ばっかりで、いつもとかウィークリーとかもそうですけど、そこで普通にキャッチアップして、なるほどと思って勉強になるなと思って見てます。はい。でも車でポッドキャスト流すってすごいですよね、僕なんか。いや、そうなんですね。英語ですからね、しかもこのポッドキャストって言ってる。大体本当にもう英語で字幕、その、トランスクリプションないやつ出してくれるんで、小葉さんは、共有で。
なんかたまにシャドーイングの練習したりとかしますね。すごい。いや、すごい。もう、車で夜しかとか聞いてる場合じゃないよ。ドライブとか気分で。なるほど。家族いるときは、もっと、うっせぇわとかかかってます。よかった、コウさん。いや、家族がいるときにも、ポッドキャスト英語で聞いてるのかと思った。ああ、なるほど、なるほど。まあ、すごいメンバー、それぞれ結構、まあ、やり方が違うんですね。メンバーに、その、プリティアの声コンテ、メンバーではないんですけど、学生の業務委託で入ってくれてる、ソウスケ・スズキとかは、その、めちゃくちゃコアですね、本当に。もうなんか、自分でコミットしてプリリク出して、その内容が結構反映されるので、その内容を詳しく教えてくれたりするんで、情報キャッチアップというか、もう自分がやったことなんですけど、でも濃いんですよ、めちゃくちゃ。そう。一時情報源が痛い。すごいですよね、あれは。真似できないですね。でも開発本部長の哲平さんも、なんか、いろいろとやってたりして、その情報とかも共有してくれて、結構それでサイボーズの歴史から辿ってとか、フロントエンドの歴史辿って、教えてくれたりするんで、ただの情報収集というよりは、結構みんな深掘って上の情報収集かもしれないです。うん、やっぱそうですね、チームにいるだけでなんかいろいろ情報が入ってくるので、なんか、うん、いい環境だなと思ってますね、うんうんうん。はい。なるほど、ありがとうございます。ちょっとまだまだ聞きたいこともあるんですけども、すいません、お時間の都合で質問全部拾うことができませんでした。ということで、まあ、お時間になりましたということで、もう簡単なクロージングを僕の方からさせていただきたいと思います。以上をもちまして、サイボーズテックミートアップ、サイボーズのウェブフロントエンド終了いたします。視聴者の皆様、本日は短い時間でしたが、お付き合いいただきありがとうございました。この後、コンパスで参加登録していただいた方にはアンケートをお送りします。今後もイベントの改善に努めてまいりたいと思いますので、ぜひご協力いただければと思います。また、サイボーズテックミートアップは今後も不定期で開催する予定です。サイボーズからの技術情報は YouTube のサイボーズインサイドアウトチャンネルや Twitter @サイボーズインサイドアウトから発信する予定です。よろしければチャンネル登録もお願いします。ということで、以上をもちまして、サイボーズテックミートアップを終わりたいと思います。本日は短い時間でしたが、皆様ご視聴いただきありがとうございました。それでは、また次回も楽しくください。さよなら。さよなら。